ちは。こんにちは。さて、はい、FA この時期ね、ちょうどなあ、はい、その動向によっては、うん、チームが強くなったり、はい、まあドラフトで補強はしてるけど、はい、ドラフトで補えないところを、うんうん、FA で補強するという、はい、まあいろんな動きがあるけども、ね、結構ね、今年の FA 取った人の中で、はい、行使する人がちょっと少ないのかなっていう気はするんだよね、例年に比べて。まあ例えば手を挙げて残留とか、はい、残留多いですよね。まあ残留多い、まあいい条件を出してくれると、はい、やっぱ残留になるよね。あ、それと移籍しにくいとかさ、そなファンとか、まあ、単身赴任になっちゃうとかさ、子供がちょうど小学校上がる時とかさ、いろんな絡みがあるんだよね、やっぱり。あ、そうなんだ。まあ仕事とはいえ、はい、やっぱ家族も大切じゃない、もちろん。そうですよね。家族の方が逆に大切じゃない。うんうんうん。だから家族を思って FA するけども、うん、残留するっていう人もいるし。そっかそっか。まあ恩を感じて残る人もいるし。はい、うんうんうん。まあ恩っていうのは怪我の時も面倒を見てくれたとか、はい。ね。うん、だからいい条件他でもらえそうだけども、うん、まあ残って頑張りますっていう、はい、まあ例えばその荻野なんかそうだよね、ロッテのね。ロッテもそうですよね、うん、今年抜群の成績だったけど、はい、まあ行くかなと思ったけど手を挙げて、はい、まあだけど残るという。ただやっぱり怪我が多くてさ、いや毎年毎年怪我した、怪我してます、ね、まあ今年もちょっと怪我したけどね、はい、でもほぼフルに出て成績上げて、はい、やっぱ荻野、ちゃんとね、はい、1シーズン出れたら、うん、まあ、相当な数字が残す、相当な数字が残るということが、はい、まあ、分かったけど、うん、分かったけど残留をするという、はい、やっぱそれまでお世話になったという、ね、チームにね、はい、うんうん、だからまあ講師をしていく人をこう一人一人ちょっと上げていきたいと思うんだけど、今、はい、あのこれ11月今1日に収録してるので、はい、今日が期限なんですけど、はい、今日時点ではまず、はい、ソフトバンクの福田選手が交渉も表明しましたね。あのね、 A ランク B ランク C ランクってあってさ、はい、これ年俸でこう区切ってんだけど、はい、あの C ランクって言ったら何もいらないんだよね、うん、何もいらない。 A 逆に A だと、はい、例えば人的保障だとかさ、金銭がかかったりだとか、はい、いろいろするんだけど、はい、C ランクとかっていう人はいらないんだよ。だからこの福田っていうのはソフトバンク、はい、うん、もうどこが取るだろうね。欲しいですよね。だって、まあ、ヤクルトも欲しい、はい、ね、うん、まあ、バレンティンがどうなるかわからないし、そうですよね。で横浜も欲しい。横浜も欲しいですか。そう、筒香が抜ける。あ、で西武も欲しいよね。秋山が抜ける可能性がある。しました。だからもう引く手あまただと思うよ。うわ、いや、美味しいと言ったら変ですけど、まさに、いや、美味しい美味しい。福田選手にとってみれば、うん、いい条件のところにやっぱり。福田はね、はい、関東の人間なんだよ。あ、そうなんですね。だからこっちに帰ってきたいんじゃないかなっていうような気がするんだよね。じゃあまさに横浜とかヤクルトとか。だから彼は神奈川出身じゃなかったっけな、ボーイズリーグかなんか。あ、じゃあもう横浜。あら、ちょっと調べてみますね、うん、ちょっと調べておいて。知らなかった。だからソフトバンクの中では残留決めてんのは川島、はいはい、中村、うんうんうん、ね。だからまあこの2人は残留するという、福田が手を挙げたというね。そうですね、はい、福田選、あ、神奈川です。神奈川出身でしょ、はい、でだからこっちの方に帰ってきたんじゃないかなっていう気がするけどね。じゃあちょっとそのあたりも注目ですね。関東のどっかのチームに行くのかなとか、まあ、横浜に来てくれたら後輩になるからね。あ、嬉しいですね。嬉しい。いや、ものすごい性格のいい子なんだよ。あ、そうなんですね。ものすごい好青年。へえ。ああ、そうな。じゃあ横浜に来たら、うん、もうあの通年というか通してずっと、いや、もう引退するまでいるんじゃない。いますかね、うん、もう出ずに、うん、あ、でやっぱ何よりさ、はい、やっぱこうソフトバンクって厳しい競争の中で、うんうん、はい、まあ、一軍であったり、うん、まあ、少しの間レギュラーで出た選手じゃない、はい、だからそういった経験を、うん、あの DeNA に組み込んでほしいよね、はい、うんうんうん、注入してほしいという。そうですよね、はい、代打とかではなくてもレギュラー。いや、レギュラーの、他の球団だったらレギュラーなれるよ、ソフトバンクだからですよね。そうだよ、そうですよね。だからまあ福田がどこ行くか楽しみ、はい、ね。
見間、そうです、講師表面、講師表面、うん、後輩なんだよ。え、大学、うん、そうなんですか。中央、へえ、あ、そうなんだ。まあジャイアンツが濃厚かなと思うよね。あ、あそこさ、中央罰って多いんだよね。ジャイアンツですか。だ、新之助、亀井、はい、鍵谷、はい、桑原、はい、沢村、あ、そっか、だ、結構いるのよ。あ、じゃあそのフロントの中でも中央って結構多いのよ、巨人に、うん、あ、じゃあ三馬投手、いや多分ね、そういうこともあるよね、はい、あー、なるほど、中央罰っていうのが、だから派閥ではない、学閥ではないけども、はい、なんかこう入りやすいと思うんだよ、三馬も。あ、まあそうですよね、同じ釜の飯を送った人間がいると、うんうん、それとやっぱり結構目立ちだがりや。あ、そうなんですか。三馬投手、じゃあ巨人なんかいいじゃないですか。巨人なんか最高だと思う。そうですね、注目されて、それで、うん、だからまあ巨人に行く可能性が強いよね。ああ、そうなんだ。でも三馬もいいピッチャーだからね。そうなんですよね。それは横浜とかも欲しいと思うよ。いや、どこも欲しいですけど、うん、まあ三馬投手がね。でも俺が聞いた話の中では、なんか巨人が有力かなっていうのは聞いてるけどね。なるほど、はい、はい、あ、でバレンティン、バレンティンはパリーグだな。DH ですよね。 DH があるとこがいいな。うん、そうですね。え、じゃあパリーグだったら、うん、どこが取りそうですか、バレンティンのこと。まあ、西武とかも取っても面白いよね。うんうんうん、バレンティン、うん、まあ、例えば山川がファースト、はいはい、おかわり君がサードっていう風になってるでしょ、はい、レギュラーポジション、うん、DH ってメヒア考えてたんだけど、はい、あんまり活躍できなかったじゃない、うん、だからそういう意味ではその安定感のあるバレンティンを取ると、うん、さらに厚みが増すという打線にね。いや、それとあそこの球場っていうのは、はい、やっぱりやや狭いじゃない、はい、でホームランも出やすい、うん、で関東から離れなくていい、うん、あー、そっか、っていうことを考えると、はい、まあ、西武なんか取り行ったら決まるか可能性は強いよね。そうですね、うん、バレンティンももう打席入るだけでいいと思えば。いや、それはね、 DH でいいっていうんだったら日本ハムも欲しいよ、うん、あ、バレンティンの、うん、うんうん、それはやっぱホームランということを考えたら、うん、で楽天も欲しいよね。あ、そうですね、うんうんうん、ブラッシュ守りにつかせて、はい、ウィーラーがあんまり良くなかったから今年、うん、だからそういう意味ではなんか厚みを増すために、はい、まあ、欲しいとか、うん、でオリックスもそうだよね、欲しいですよね。外国人が全然働かないからさ、うん、じゃ結構バレンティン選手、いや、超人気だと思う。超人気。わあ、じゃあこれどこが取るのか楽しみですね、うん、パリーグのどこかなんじゃないかなっていう、ね、いや、だからセリーグにね、あん、セリーグで取るところっていうのはそんなにないのかなと思うけどね。そうですよね、うん、うん、だからまあパリーグの DH があるところが有力かなっていうふうに思ってるけどね、はい、でも話が決まらなかったら、まあ、ヤクルト残留っていう、そのまま、それと日本人扱いができるということが大きいよね。そか、枠が広がるっていうところが大きいよ。それは超だから、まあ、超人気、超人気、超気持ちいいみたいになってますけど。そうだよ。ああ、まだここですよ。秋山ね、講師表明しましたから。秋山なんか足骨折したかどうのこうのっていう疑いがあるよね、デッドボールで。あ、そうなんですか。あ、まあ、足の小指大丈夫ですか。まあ、まあ大丈夫じゃないだろうけども、まあ海外行きたいんでしょ。なるほど、うんうん、だから、まあ、その骨折があったとしても来年のキャンプまでには間に合うから、うんうん、そんなに響かないですか。まあ、そんなには響かないとは思うけども、はい、ただ自分の気持ちが折れたかもわかんないよね、小指以上に、うん、あ、これで大丈夫かみたいな、うんうん、それはその評価としてマイナスになったり。いや、評価としてはマイナスはないと思うけど、うん、ただ自分の、いや、ちょっと足に不安を抱えてさ、はい、来年1年やらなきゃいけないと思うのと、うん、もう1年待とうかっていうさ、あ、そういうことが起きる可能性があるけどね、はい、可能性があるけど、まあ秋山の性格だったら行くかな、チャンスがあれば。そういうもうポジティブな性格、まあまあもちろんね、うんうん、はい、だからまあどこに決まるかちょっとわからないけども、はい、まあ、期待したいよね、はいはい、そして、中日は
皆さん残留してますし、中日は残留なんだね。そうなんですよ、今のところあの、うん、講師表明してる、あの手を挙げてる選手いないんですよね。まあ、どの上と大島ね、まあ、はい、残留、うん、残留を決めてるけど、はい、でも中日はいた方がいいと思うよ。え、講師せずに強くなるもん。みんなね、みんなね、うん、FA で、はい、じゃあ何を求めるかというと、うん、まあお金だけじゃないんだよね、はい、やっぱ優勝したいとか、うん、強くありたいとか、はい、そういう願いがこもってるわけよ、うんうん、だから中日で残留っていうのは、はい、お分かるような気がするよ。もうなんか強くなるのは見えてるもん。そうなんですね、うん、だから、うん、残って力になりたいという、うん、抜けて優勝したなんて言ったらなんかちょっと疫病神みたいじゃない。抜けた後に優勝したみたいな、まあ、そうですね、俺だったのかなって思っちゃいますもんね、うん、だから、まあ、横浜から、うん、横浜時代、まあ、DeNA の前ね、はい、ベイスターズから FA した人たちは大体優勝してる。へー、巨人に行った人、はい、ソフトバンクに行った人、はい、多いけど、はい、その2チームがね、はい、まあ、だけど大体優勝してんじゃない FA して。あ、まあ、谷繁もそうだし、中日で、そうですね、うん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 、だからやっぱり1回は優勝したいよね。いや、味わいたいですよね。だから俺も、うん、俺がもう辞める1年前か、はい、FA が導入されたのね、はい、うんうん、だからもう超ベテランじゃない、はい、だからまあ行使するか行使しないかっていうのがあったし、はい、まあ、そのタイミングでクビになって日本ハム行ったんだけどさ、はい、やっぱりその場で優勝なくて、うん、他の5球団があって、はい、セ・リーグのね、うん、やっぱり優勝したかったもん。やっぱりそう、選手としてはやっぱそう、やっぱり優勝したいよ、味わいたいですもんね、うん、そうですね、だからそういう気持ちもこもってるということだよね、うん、はい、あとはいないか、広島菊池選手です。ああ、菊池がまだ表明してないんだよ、この時点でね。この時点ではです。はい、11月1日の、はい。まあ野村残って、うん、なんか3回ぐらい交渉したって言うけど、はい、そんなに、うん、3回ぐらい交渉したって言ってたけどね。なんか あったんですか、金額面で合わないとか条件面でなんかあったんですか。まあまあそう、まあするとすると、あの、そう、揉めるとするとそこだよね。そうですよね、うん、でもまあ納得いく金額が出たんじゃないの。講師表明する選手とかって、うん、なんかシーズン中とか他球団の誰かから連絡来てたりとか噂で聞いてたりってこと実際にあるんですか。これはね、あっちゃいけないんだよ本来。そうですね、うんうん、あっちゃいけないけど、うん、昔噂になったのは、うん、来てるというね。まあそうですよね、うん、そりゃさ、うん、あげる方も勇気はいるし、うん、まあそうですよな。だからその勇気づけに、うんうん、するのみたいな、そういう連絡みたいなするのかな、どうですかみたいな、まあそういうのはやっぱあるだろうね。まあそうですよね、うん、いや、してくれたら絶対打ち取るからとかは言わないかもわかんないけど、うん、やってあげるんですかみたいな、ちょっとね、そのぐらいはあると思うよ。そうですよね、じゃないと手をね、あげる方もあげてみて誰もいない。いや、もう今は、うん、今は、はい、おそらくあげたらどっか接触してくるなっていうのはもう分かってるから。あ、そうなんですね。昔はなんかこう、あげても取ってくれないんじゃないかなっていう不安があった、はいはい、まあ、そういう時期もあったし、うん、だからそういう意味では今は上げやすくなってると思うね。そうですよね、なんかタレントのホリプロのスカウトキャラバンみたいな感じですよね、うん、歌歌ってどこのレコード会社が、はい、あなたいりますとか、歌っていりませんとか、あれ、うん、それは実力のない人がこうあれするから、これ実力をもう持ってる人たちだから、うん、あ、確かにそうでしたね、うん、ちょっと話が最後全然違いました、うん。